もう夜か。誰だ。もしもし。秋山さんですか。沢村です。いや、何かあったの。そろそろ堀江さんが警察から戻ってくる頃だと思うんですけど、電話しても連絡が取れなくて。うん、何か問題でもあったのかな。それが分からなくて、だからダイナチャへ様子を見に行こうと思うんです。それ俺も行こう。よかった。実は一人だと心細くて。じゃあダイナチャの入り口で待ち合わせでいいですか。 OK、 問題ないよ。じゃあまた後で。失礼します。さあやっていきましょう。龍が如く5、ダイナチェアに向かいます。さあ来ました。おい大丈夫か。あれ、救急車呼んだ方がええんちゃう？ん？なんかあったのかな。引き倒れ。おいおい、人倒れてるじゃん。大丈夫なの？その声は、秋山くんか。喋った。っていうか、なんで俺の名前。なんとかしてよ、みたいな。これは、俺が面倒を見るわけね。とりあえず何か食べさせるか。いやー、生き返った。一時はどうなることかと思ったぞ。あんた、俺のおごりなのをいいことに一体どんだけ食ったんだ。まあ、私と君との仲ではないか。助けてくれたことは感謝しよう。いやいや、っていうかさ、そもそも聞きたいんだけど。質問か？よかろ、何でも聞くといい。あんた、誰？君は相変わらずジョークがつまらんな。いや、つまらんとか言って笑ってるじゃん。っていうか、本当に誰？わかんないんだけど。まさか、本気で私が誰だかわからんのか？うん、本気で誰だかわかんない。マジ、顔でけえな。マジ。まさかそんなことが。貴様、戦場で生きる術を授けた上官の顔を忘れるとは何事か。戦場？上官？ああ、その無駄にサバイバルな感じ、あんたカムロ町で会った西郷さんか。やっと思い出したか、愚か者め。なんという恩知らずなやつだ。恩知らずって、確かにカムロ町ではあんたに色々鍛えてもらったよ。だけど、その代わりにうちのキャバの付けチャラにしてあげたじゃん。久しぶりだが元気にしていたかね、秋山くん。あ、話変えた。ま、いいけど。あんたこそ、カムロ町で若者に危機管理について教えるいかがわしい活動してるんじゃなかったっけ？いかがわしいとは失礼だな。活動自体は私の弟子たちが引き継いでくれている。私は以前中東で傭兵として戦ってきた身だが、カムロ町での活動で己の非力さを再認識させられた。そこで私は再び傭兵として戦場へ戻り、さらに高いレベルでの強さを身につけてきたのだ。高いレベルの強さって、それ、行き倒れてた人が言っても説得力ないよ。っていうか、そもそもなんであんなところで倒れてたの？空港からここまで来て金が尽きた。ただそれだけだ。傭兵のお財布事情も結構世知辛いのね。しかしこの3日間、野宿で生き延びれたのはひとえに私の鍛え抜かれた生命力の賜物だろう。3日間野宿？え？じゃあ3日風呂入ってないの？当然だ。戦場から直接帰ってきたから実に10日近く入っていない。うわ、汚。さっきからなんか臭いと思ったらあんたかよ。甘えるな。戦場では水は限られているのだ。風呂など持ってのほかだ。戦場じゃないからここ。ホテルとか空港は違うでしょう。その髪だってガビガビに。あれ？西郷さん、前はスキンヘッドじゃなかったっけ？
私は今回戦場で初めての空中戦に挑戦したのだ。わかった。紙のこと聞いた俺が悪かった。その空中戦で得た新たな技を一般の霊としてぜひ君に授けたい。いや、霊なんていいから。俺実は結構忙しいし。敵前逃亡は許さん。上官の命令は絶対だ。もしかして、紙のこと聞いたの怒ってる？怒ってるよ。わかりました。喜んで教えてもらいます。よろしい。では私と一戦交えてもらおう。一応聞くけど、あくまで修行なんだよね。なんか怒り任せに殴られる気がするんだけど。すべこべ言うんじゃない。死後は慎め。行くぞ。西郷大二郎。ヒート状態で三角から四角連打。ああ、こうか。バーチャファイターみたいだな。顔でかいな、やっぱり。よし、合格だ。エアストライク、これなかなかいい技ですね。君を見ているとあの日のことを思い出す。ミサイルを避けて空中旋回した時に浜辺にいた水着の美女と目が合って微笑まれた時のこと。戦闘機乗ってたんでしょ？それ絶対目合ってないから。いや、しかし、やはり君の運動神経に驚かされるな。どうだ？いっそ私と一緒に中東で一花咲かせないか。全力で遠慮させてもらいます。お帰りください。それは残念だ。さてと、それじゃ俺は行くから。西郷さんも元気で。ん？今日のところはこれで終わりか？まあよかろう。続きはまたの機会としよう。え？続きがあるの？当然だ。私が中東の視線で得た知識がこれ式のものであるはずがなかろう。私はここで待っているからまた改めてトレーニングをしに来るといい。ええー、待たなくていいよ。家帰りなよ。私はまだ家に帰るわけにはいかないのだ。まだ帰るわけには。おいおい、いきなり神妙すぎるって。秋山くん、私はまだこの場所に留まる必要がある。留まらなくてはならん理由があるのだ。だから君もぜひその思いを汲んでまたここに来てほしい。西郷さん、どうしよう。意味が全くわからない。ただ、やたらと強い意志を感じるし、放っておくのもな。ああ、わかったよ。暇があったらちょいちょい顔出すから。感謝する。私も君が来た際には万全の状態で答えられるよう、怠りなく準備を進めるとしよう。は、よろしくね。さあ、来ました。秋山さん。悪い。待たせちゃったかな。いえ。私も今来たところです。さっきまた堀江さんに電話したんですけど、やっぱり出なくて。そうか。まあいい。なら遺書が戻ってきてないかどうか自分たちで探してみよう。パクさんの遺書か。どこにあると思う？警察から戻ってきてるなら社長室の中だと思います。社長の遺品をまとめて入れたお盆がありましたから。社長室ね、行きましょう。やっぱり堀江ちゃん帰ってないみたいだね。そうですね。こっちね。秋山さん、ありました。こいつがパクさんの遺書か。あとは彼女が左手で書いた字もこれと一緒に見られるといいんだけど、どこかにないかな。そういえば社長、亡くなる直前に堀江さん宛てのメモを書いてました。左手を使って。そのメモがどこかにあると思います。ん？あの金庫は？鍵がかかってる。開けるんですか？なんかこの鍵変わった形してるね。え？見てごらん。鉛筆でも突っ込めそうな感じの鍵穴だ。
万年筆か。ダメか。なわけないよね。あ、もしかして。それは？社長から亡くなる前にいただいたんです。少し早いけど、私のデビュー祝いにって。開いた。マジ？手紙と帳簿だ。こんなとこにあったのか。社長。もっと。社長が亡くなった日のメモだ。不在の時にちゃんとできるように細かな指示が書かれてるね。多分それです。堀江さんに当てて書いてたメモは。つまり左手で書いた文字ってことだね。違うな。素人目にも文字の癖が全然違う。それじゃあやっぱり遺書はパクさんが右手で書いた文字を真似たものだ。つまり彼女の右手が一晩で急に治ったんじゃない限り、この遺書は偽造されたものってことになる。やっぱり自殺なんかじゃない。彼女は殺されたんだ。わざわざ手の込んだ偽装工作までされてね。やっぱり。何の音だ。何かあったんですか。人だ。上から誰かが落ちた。堀江ちゃんでしょ今の。マジかよ。おい待て。秋山さん。なんやお前は。そりゃこっちのセリフでしょう。堀江ちゃん、お前がやったのか。パクさんを殺したのもお前か。ちゃん、俺やない。俺は脅されてただけや。脅されてた。頼む、見逃してくれ。俺は何も悪くないんや。勝手なこと言ってんじゃねえよ。なら、もうこうするしかねえな。最初からその気だったんだろ。ぶち殺したのか。まあやっぱこいつか。はい、オッケー。秋山さんめっちゃ強いわ。はい、了解。話は後で聞かせてもらうぜ。おい、堀江ちゃん、しっかりしろ。
堀江ちゃん、今すぐ救急車呼ぶから。119番消防です。火事ですか？救急ですか？もしもし、どうされましたか？誰だ？知る必要はない。今すぐ楽にしてやる。火事ですか？秋山さん。おい、どこ見てんだよ。化け物か。まあヤクザでしょうね、謎の男。やっちまいましょう。秋山さん、酔っ払ってるのは昨日のキャバクラですね。これ酒がまだ抜けてないわ。 OK。 タフだね、まったく。荻田さん。その顔覚えたで。堀江さん、堀江さん、堀江さん、どうして。多分荻田とかいうやつにやられたんだ。え、荻田さんが。とにかく今は堀江ちゃんを病院に運ぼう。何としても助けなきゃ。第4章、夢のまた夢。荻田勘はすぐに見つかると思いますわ。今大阪中に緊急手配しています。とりあえずは堀江博さんへの暴行、殺人未遂容疑での重要参考人ということですけども、でもまあきっとパク・ミレイさんの件では引っ張れないでしょうな。どういうことですか？さっきも話したでしょ、あの荻田っていうのにはパクさんとの間にトラブルがあったって。それってパクさんの死を解明する上でも重要な事実なんじゃないですか？せやけど例の件はもう自殺でほぼ固まってますからね。なんせ警察の方針としてパク社長を自殺と断定しまった手前、その情報だけで再捜査というのはちょっとね。そんな、さっきの現場には銃を持った本職の連中までいたんですよ。何かないと考えろが逆に不自然だ。まあそれも含めて荻田を捕まえれば明らかになるでしょう。この先は我々に任せといてください。素人さんが首を突っ込めば危険なことにもなりかねませんのでね。それでは。汚ねえな事務所。花ちゃんに怒られんぞ本当に。どういう話でした？警察はあくまでパクさんの死と荻田は関係ないっていう見方のようだよ。そうですか。ああ、買い出し行ってもらって悪かったね。花ちゃんがいないとろくに飲み物すら事務所に置いてなくて。人気アイドルにこんなことさせちゃっていいのかな俺。気にしないでください。私ただの高校生ですから。それよりこれからどうします？そうだな、警察が荻田を見つけるのを待つなんてのは消極的すぎるね。ええと言って俺たちで警察と同じ動きをしても意味がない。他に何かやれることがあればいいんだけど。あの秋山さん、人弁士って知ってますか？いわゆる偽造屋のことでしょ。
またすごい言葉知ってるね、君も。昔、私が初めておじさん、あ、キリュウさんに会った時、そういう仕事をしている人がいるって話を聞いたんです。ずっと社長の遺書のこと考えてたんですけど、蒼天堀にもきっとそういう人たちがいるんじゃないかって。まあ確かに素人じゃ多少の真似事はできても、警察の筆跡鑑定まではごまかせないだろうね。でもプロの偽造屋が遺書の偽造に関わっているなら話は別だ。なるほど、蒼天堀の人弁師を探せば荻田やあの銃を持った男につながるかもしれない。はい、面白い。蒼天堀で聞き込んでみよう。あ、私です。沢村です。はるか、今大丈夫？はい、あの堀江さんは？大丈夫、一命は取り留めたわ、安心し。けど当分入院することになると思う。残念やけど、あんたのマネジメントするんは無理やわ。そうですか。今後のあんたのマネジメントなんやけど、私が引き継ごうか思てんねん。え、山浦さんが？どうしてですか？私もあんたの夢の続き見てみたいんよ。それに堀江君や亡くなったパク社長にとっても、あんたがこのままメジャーデビューすることが一番の慰めになると思う。わかりました、ありがとうございます。そんでな、今日急やけどプリンセスリーグ決勝第2ラウンドをやるって連絡来てん。え、でも出演しても大丈夫なんでしょうか？万田さんも社長の件は耳に入ってる。その上で遥に出演してほしいって言うてきてんの。そうですか、わかりました。大丈夫そう？大丈夫です、やれます。そう、ありがとう。ほんなら私はダイナチアで待ってるから、遥も準備できたら来て。ほんならよろしく。はい、わかりました、よろしくお願いします。すっかりタレントだな、はるかちゃんも。そんな。もしもし。社長、今大丈夫ですか？花ちゃんか。うん、大丈夫だけど。パク社長の件どうでした？なあ、話すと長くなるな。今度ゆっくり話すよ。ああそうだ、ちょうどよかった。急で悪いんだけどさ、花ちゃん、カムロ町で人弁師を見つけてくれないかな。人弁師？社長一体何してるんですか？それどう考えても支店のオープンには関係ありませんよね。ああ、まあ確かに関係ないけどさ、別件でそっちも片付けないとダメなんだ。私は手伝いませんからね、社長が自分で勝手にやってください。そう言わずに頼む。嫌です、こっちだって社長がいないおかげで片付いてない仕事が山積みなのに、どうしてそんなよくわからない頼みを優先させなきゃならないんですか？じゃあ肉まん買って帰るから。肉まん？そう、100個。しょうがないですね、今回だけですよ。助かるよ花ちゃん。で、カムロ町の人弁師なんだけど、明日には見つけられる？誰に向かって言ってるんですか？1時間もあれば十分ですよ。さすが。その人弁師と話したいんだ。俺の携帯に連絡よこすようにしてくれる？わかりました。これでいい。人弁師のことは人弁師に聞くのが一番だよ。俺は花ちゃんから電話が来るのを待ってるから、君はプリンセスリーグに出るといい。あとでダイナチアでお茶を。はい、わかりました。これマンボウズのハローじゃん。あれ、ああそうか、こいつも2回戦あるんだ。しょうがねえな、もうプリンセスリーグの2回戦なんだこれから。まあ一回こっち勝ち上がっとくか先に。うん、前と同じようにやれば大丈夫や。よし、じゃあ出番やで行ってこようや。うん、はるかちゃん何してんの本当に。どうもマンボウズです。はるかちゃんはなんか夢あんの？アイドルになることです。そうなん、
僕はね、ヒーローに憧れるわ。そうですか、うん、絶対ヒーローになったるね。もう十分大きいしな。ちゃうね、大きいヒーローになりたいね。え、どういうこと？いいよ。何かして、街で大暴れしたんやん。ドカーン中でビル倒したり。え、それ敵ちゃう、うん、メットカからピーってビーム出したんやん。口から炎も出したんやん。完全に敵やん。ちゃうねんって、あくまで僕はヒーローやねん。え、どういうこと？胸の奥には熱いものが煮えたぎってるね。そらかっこええな。ピンチの時にはそれをシャーって撒き散らすね。やっぱ敵やん。それだけやなんで、地球軍のミサイルとか全く効かへんねん。新開発のレーザー砲とかでも効かへんねん。間違いなく敵やん。シャーレンってあくまで正義のヒーローやね。そうですか。なあ、あまりに無敵やと今度は親しみわかへんやろ。え、どういうこと？せやから弱点あんねん。お、なんでしょ。女の子には弱いねん。女の子？女の子の怪獣見るともうあかんねん。怪獣で敵やん。こうムラムラして我慢できなくなるねん。何しとんねん。いいよ。な、我慢できなくなるとな、最後は大体俺が爆発して終わるねん。終わりかい。もうええわ。もうこれ。ありがとうございました。一旦ちゃう。 OK。やったで、二次審査も通過や。俺らやっぱすごいんちゃう？すごく皆さん笑ってくれましたね。私もどんどんテンション上がっちゃった。これがお笑いの力やで。芸人とお客さんとで舞台を作り上げてるんや。客席を沸かす、その声が俺たちの力になる。その力でさらにお客が沸く。その相互作用やね。歌のステージでも同じことが言えますね。お客さんを意識するのって大事なんだな。そうやで。これで次が最終審査やな。一度戻ろうか。はい。さっきも言ったけど、次が最終審査や。ここまで来たら最後まで春子ちゃんと一緒に受けて勝ちたいと思っとる。あと一回だけ協力してくれると嬉しいわ。なんかごめんな、春子ちゃん。何度も何度も。いえ、こちらもいい経験をさせてもらってますし。そう言ってくれると救われるわ。最終審査までまだ時間があるから自由時間や。準備ができたら声をかけてくれや。それじゃあと一回協力頼んだで。ああ、このままいけちゃうんだ。どうする、これやっちゃう、これ最終審査やっちゃおうか。うん、行こう。しっかり漫才できてるよ、はるか。本当にすごいわ。もう言うことはないで、お互いの全力を出し合おうや。ランボーズでーす。僕なんか新しい趣味始めようと思うよ。ほうほう。どうせなら女の子にモテるやつなんかええなって。バイクとかどない？ええんちゃう？気に入った女の子に二血してかへんとか誘うねん。ロマンチックやん。姉と一つになろうやとか言うねん。かっこええやろ。それはええな。君とも一つになりたいなんて言うてね。やめなさい。君のサウンドが聞きたいなんて言うてね。やめえや。僕のスロットルも全開やでなんて言うてね。ええ加減にしとき。でもバイクはいいよな。女の子と親密になれるやん。ほほ。バイクってな、ほら、二人で乗るとどうしてもこうべったりくっつかなあかんやん。そやな。体をギューって密着した状態でこう二人で同じ風を感じるんやで。もうドキドキやん。いやらしいな。心臓バキバキなって前の彼女に気づかれるわ。お前が後ろか。いいよ。バイクの免許持ってへんもん。あかんやん。バイクに近いサイドカーって知ってる？バイクの横に小さい車ついてるやつあるな。サイドカーの一種は車の免許で乗れるらしいね。そうなんか。このサイドカーでのツーリングもこれまた気持ちいいらしいで。それはええな。でな、二人でバランス取ってコーナーリングするんや。二人の共同作業ってやつや。ほうほう。そのまま夜の共同作業もどうなんて言うてね。やめなさい。僕のクラクションを聞かせたのかなんて。ようわからんわ。僕のクラッチ焼き付いてまうで。なに、こっちゃ。僕の目は隣で運転してる彼女に釘付けや。彼女の運転会。いいよ。そうや、車の免許も持ってへんもん。もうええわ。完璧じゃねえかよ。オッケーオッケー。満点じゃん。はるかアイドルより向いてんじゃねえか、芸人の方が。信じられへん。合格してもた。あかん。なんか頭がぼーっとして何も考えられへん。私も信じられません。初めてのお笑いでここまで来られるなんて。いや、やはりはるかちゃんのセンスの分が大きかったや。
とちゃうかな。俺前のコンビでこんな笑い起こせんかったし。そんなことないです。ハローさんのネタが良かったからですよ。そうか。そんなこと言われると調子に乗ってまで。ふふ。どうしたん？はるかちゃん？いえ、これでお別れだと思うとちょっと寂しいなと思って。せやな。まあ、とりあえず出ようか。あ、はい。はるかちゃん、俺いろいろ考えたんやけど、これからもコンビ続けてくれんか？こんなにうまくいったんや。この合格で他のテレビ番組出演の話もどんどん来ると思うね。でも、ハロー、やっと見つけた。秋彦、どうしたんだ？仕事ついたんじゃないのか？あれな、断った。何やって？仕事の面接を受けたんやけどな、断ってしもたんや。面接であなたが目指したいことはって聞かれてな、それで考え込んでしもうてな、俺の目指したいことって何やろって。3分くらい考えてこう言ったんや。お笑いで天下を取ることですって。で、そのまま出てきてもた。お前、すまんかった、ハロー。やはり俺はお笑いがやりたいね。もう一度コンビ組んでくれへんか？え？頼む。俺は、お前と天下が取りたいんや。ふふ、コンビ復活、おめでとうございます。はるかちゃん？ん？誰や、この可愛い子。はじめまして、私、はるかって言います。ハローさんのファンです。え？そうなんか、そりゃ貴重な存在やな。ハローさん、私応援してます。きっといつかお笑いで成功する日が来ますよ。そうやな。やっぱりお笑いとアイドル、それぞれの道を極めていかんとあかんよな。何のことや、アイドルってなんや。いや、なんでもあらへん。わかった。コンビ復活や。まず最初からやり直そうやないか。ハロー、ありがとう。じゃあな、はるかちゃん。これでお別れや。いつの日かテレビ番組で会おうや。これはオーディションの副賞や。はるかちゃんの分野で、とっとき。5万。はるかと組んだ方が多分成功できるよな。そう言ってくれると嬉しいわ。そや、もしまたお笑いがやりたくなったらいつでも俺に声かけてくれや。俺、この辺にいつもいるからな。オーディションには出えへんけど、お笑いの技術磨く練習くらいならいつでも付き合うで。さあ、秋彦、早速お笑いの星を目指したるで、あっちの公園でネタ合わせや。おう、次のオーディション受かったるで。せや、二度目の合格、掴んだるで。二度目？なのこっちゃ。勝ち上がってくれよ、頼むから。プリンセスリーグだ。こんなことしてる場合じゃないんだよ。ああ、こいつもいた。進めねえな、畜生。いやでもこれやらねえとこれ素通りできねえだろうこいつ。あ、何典型これ。さあみんな、トップアイドルのこの私が超絶ダンスを見せてあげるわ。よう動くな。超絶ダンスやって。はいはい、バランスおかしいだろ絶対。英国なの。ありがとうみんな。やっぱり私はスーパースターよ。おい落ちたで。大丈夫かいな。ひらめいた。何ひらめいたのこれ。ステップ典型が来たよ。
何これ、いいじゃんいいじゃん、蒼天堀のマドンナ、蒼天堀の隣町のマドンナの娘さん、うららさんの大技披露です。私も食べるの好きだからわかるけど、もう少し我慢した方がいいですよ。あの体型であれだけ動けるのはちょっとすごいかも。虹色プリズムスター、いいじゃない。いや、これ取っといてよかったね。さあ来ました、入りましょう。こっち、あ、いたいた。来たね、はるか。プリンセスリーグまであんまり時間ないけど、どないする？すぐにプリンセスリーグ行く？もうバッチリだからね、行きましょう。プリンセスリーグに行きます。うん、気合入ってんな。ほんならスケジュール表見て、プリンセスリーグの予定確認しとこ。了解。もう行っちゃおう。難易度はもちろんノーマルだ。本当はハードがいいんだけどな。よっしゃ、行こうか。ハードねえのか、はい、ハード。山浦さん、どうかしました？ほんまのこと言うとな、私テレビ局来るん久々やね。え、そうなんですか？うん、なんや、緊張してきたわ。大丈夫ですよ、山浦さん。ごめんな、私の方がしっかりせんなあかんのに。いいんです、行きましょう。控室はこの奥ですから。ほんなら私さっき行ってるわ。沢村。え、わしや、Tセットのマネージャーの中井さん。社長が死んだばっかりやのに、もうこんなとこにおるんか。ほんま、小さい事務所はなりふり構ってられんちことか。失礼します。ところで、お宅の社長、ほんまに自殺なんかな？え、敵の多いお人やったからな、パクさんは。あの人死んでせいせいしたいう業界の人間もぎょうさんおる。自殺に見せかけて誰かに殺されたんとちゃうか。これであんたに登場票集まったらシャレんならん。ああ、案外犯人はダイナチアの中の人間なんとちゃうか。やめてください。ほ中井さん、私が T セットに勝ったら二度と私たちに構わないでください。約束できますか？ほんま、おもろい女やで。答えてください、中井さん。せやったらそっちもなんかかけてもらわなあかんな。沢村、お前が負けたらうちに移籍してもらう。それでどうや？まあ当然 T セットの後輩としてやけどな。あいつらが姉さんになったら今以上に可愛がってもらえるで。わかりました。ええな、約束したで。失礼します。なんでそんな勝手な約束したん？堀江君かて相手にせんのが一番やって言うてたやろ。黙っていられなかったんです、すみません。それがあの中井中マネージャーの手なんよ。前はこうなったらあいつらの鼻明かしたろ。あんたやったらできる。 T セット引きずり下ろしてまずは大阪のトップアイドルになるんや。はい。よし、ほんなら今日の衣装に着替えて。しっかり頼んだで。よっしゃ、バッチリ。ええよ、今日も決まってる。わお。どうぞ。大人になったね、はるか。失礼します。沢村さん、そろそろお願いします。はい、よろしくお願いします。プリンセスリーグ、皆様ご機嫌いかがでしょう。タイム、司会のドルチェカミヤです。
アイドルたちが繰り広げる仁義なき戦いは巷で大反響を巻き起こしちゃってます。早くもテンションクライマックス。トップアイドルへの登竜門プリンセスリーグ決勝戦第2ラウンドを迎えました。対戦ルールは前回と同じ。会場の皆様は優れたパフォーマンスをしていると思うアイドルのステージ近くへと自由に移動しちゃってください。ライブ終了時あなたに近いステージのアイドルを支持したことになるので要注意ですよ。さあそれでは第1ラウンドからデッドヒートを演じてくれた2組のアイドルをご紹介しましょう。まずはこちらのアイドル、光る個性が混じり合い生み出す力は無限大。優雅な立ち振る舞いは王者の風格すら感じさせます。完全無欠の最強デュオ T セット。未完の大器はついにその片鱗を見せ始めたか。ファンの予想をはるかに超えるスピードでステージに立つために進化する驚異のアイドル、沢村はるか。さあどちらのアイドルがより多くの観客を魅了しフィーバーさせられるんでしょうか。それでは行っちゃいましょう。レディーゴー。さあさあさあちょっと真剣にやるんで黙ります。Big yeah.はるかちゃん、T セットの2人、お疲れ様でした。2組とも素晴らしいパフォーマンスでしたね。ただし、このステージはライ
ングバトル。どちらがより多くの観客から支持を得られたのか確認しないといけません。さあ、そろそろ結果の集計が終わったようです。今回の勝者はどちらのアイドル？優勝の行方を大きく左右する第2ラウンドを制したのは、ファイナルラウンドに向けて期待できる結果になったんじゃない？はい、とっても嬉しいです。ファイナルラウンドですが、自信はどう？抱負を聞かせてください。正直、自信はありません。でも、優勝したい気持ちは誰よりも強く持っています。だから、ファイナルラウンドでは私の思いを届けられるように精一杯頑張ります。アルカちゃん、サンキューです。とても強い意気込みを感じるコメントでした。これはファイナルラウンド、期待するしかないでしょう。さあ、いかがでしたでしょうか。こちら会場は未だ大歓声が鳴りやみません。しかし、残念ながらそろそろお時間となってしまいました。それでは次回もお楽しみに。 See you next stage。よかったで、はるか。次はいよいよ最終決戦や。 T セットも必死で挑んでくるはずや。最後の最後まで全力で頑張ってこ。はい。うん、ほんなら蒼天堀戻ろ。秋山さんと待ち合わせしてんやろ？ええ。せやけど、ほどほどにしや。私としては、ほんまは空いた時間はレッスンに当ててほしい思てる。私もクリスティーナも、いつでもスタンバイしてるから。ええな。はい、わかりました。よし、ほんなら行こうか。お疲れさん。私は先戻ってるわ。あんたは疲れてるやろし、ゆっくり帰ってきたらええ。はい、ありがとうございます。 OK。 ただもうレッスンはね、する必要ないんですわ。パラメータほぼほぼマックスだからね。はい、沢村です。はるかちゃん、秋山だけど、今大丈夫？秋山さん、はい、今収録が終わったところです。そっか。じゃあ疲れてるところで悪いんだけど、ちょっと話したいことがあるんだ。できれば、あのトレーナーの人も一緒に。山浦さんですか？山浦さんなら先にダイナチェアに戻ってるはずです。じゃあダイナチェアで集合ってことでいいかな？俺は入り口のところで待ってるから。わかりました。もしかして人弁士が見つかったんですか？期待させて悪いんだけど、それとは別件でね。じゃあまた後で。はい、失礼します。うん、戻りましょう。ただここでやめときましょう。次回ダイナチャイに戻ってまた話を進めていきましょう。まあ、最終ラウンドもね、次の動画でできればいいなって感じですね。まあその間になんか入るのかな、物語が。やっぱりでも、はい、楽しみですね。ではまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。